はい、何も面白みもないということで、はい、と言っている間に次の方の準備は終わりますので、次は室伏さんによる狂言戻り仕方についてよろしくお願いします。はい、ジャバイとストリーム API の話が続いた後なんですけど、ちょっと皆さんの時間を過去に戻させていただいて、狂言戻り仕方についてお話しさせていただきます。私の自己紹介を後にして、このコードを見てください。シェイプってクラスがあります。それ継承したサークルってクラスがあって、シェイプビルダーってクラスがあります。これクリエイトってメソッドがあって、戻り地型はシェイプです。でこのクリエイト、あ、すいません、シェイプビルダーを継承したサークルビルダーがあって、クリエイト、これこのメソッドオーバーライドしてます。で戻り地型がサークルです。いいですか、よく見てください。こっち戻り地型シェイプなんですけど、継承した先ではサークルになってます。今日話してるテーマ、狂言戻り地型何かっていうと、スーパークラスのメソッドをオーバーロードする際、戻り地型を元の戻り地型のサブクラスにできるシェイプからオーバーロードする際サークルにしてますよね。狂言戻り地型って名前聞いたことあった方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、さすが、初めて聞いたよって方。僕もちょっと今日ドヤ顔しようかと思ったんですけど、やはり皆さん脆弱の集まりで皆さん知ってる方たくさんいらっしゃいましたね。そうなんです、僕初めて知ったんですよ。で当たり前じゃないのかって思いません。サブクラスをオーバーロードする際にメソッドのね、宣言って言っていこうかな、シグニチャー書き換える、これ実は他の言語では違うんですよ。例えば、狂言戻り地型ない言語もあるんですよね。例えば C シャープ、ちょっとここで自己紹介させてください。室伏亮太って言います。普段仕事だと ET のゲーム開発を C シャープでやってるんですよ。で、Android アプリの開発も Java でやってるんですけど、最近もっぱらC シャープを使って ET でゲーム開発してます。Twitter これで、投稿先これなんで、よろしかったらいろいろ書いてるんで見てください、投稿先のとこで。 C シャープって狂言戻り地型はないんですけど、代わりといったら多分 C シャープの怖い方に怒られるかもしれないですけど、狂言戻り地型が必要そうなところでインターフェースの明示的な実装ってやつが使えるんですよね。でちょっと小さくて見にくいかもしれないですけど、なぜかリスト T 型って Java しか知らない方から見ると奇妙に思えるんですけど、 get エニュメレーターってメソッドが3個あるんですよ。戻り地型それぞれ違って i エニュメレーター、 i エニュメレーター T、 リスト T エニュメレーター型っていうのがあるんですけど、リスト T 型の中でインターフェースの明示的な実装があるから3個整備できるんですよね。インターフェースの明示的な実装を3つ使ってですね、詳しくはちょっと投稿先に書いたんで、ちょっと興味ある方は見てください。で、今日は明示的なインターフェースの実装が話がしたいのじゃなくて、僕がなぜ Java の狂言戻り地型の知ったからか、ちょっと今説明させてください。なんで C シャープのリストって get エニュメレーターの3個も定義できるんだろうなって疑問に思ったんですよ。で、これが入門書で読んだインターフェースの明示的な実装ってやつを使ってるんだな、これなんだなっていうのを知ったんですよね。で、よくよくコードを見てみると、継承階層的にリスト T エニュメレーターを返すやつだけ実装すればこれいいんじゃないのかな、なんでわざわざ他のやつあるのかなと思ったんですよ。でも C シャープのことをよくよく調べてみると、オーバーライドする際に返り地型を元のサブクラスとか実装したいクラスにできないんですよね。じゃあ Java ではでも確かこれってできたはずだよな、あのクラスとかあれ使ってたはずだよなってことで、これ実は狂言戻り地型っていう機能なんだな、言語の特性なんだなってことに気づいたんです。 Java にはこの狂言戻り地型ってあったんだな、 C シャープにはなかったんだなってことを気づけたんですよね。つまり C シャープやってなかったら狂言戻り地型っていう単語も機能も言語特性も知らなかったんですよ。で、恥ずかしながら C シャープやるまで仮想関数って言葉知らなかったんですよね。仮想関数って言葉を、ご存知の方も、 Java しかやってない方もしかしたら知らないかもしれないですけど、ちょっとお恥ずかしながら知らなかったんですよ。で、別に私今日は C シャープがいいよねとか Java の方がいいよねとか2つを比較するつもりはないんですよね。優劣をつけるわけでもないし、あと Java すごい好きです。某所でLT したんですけど、ちょっと Java をディスっているように私が聞こえてしまって、でもそうではないです、 Java すごい好きです。で、言いたいことが何かって言いますと、 Java しか知らないと Java の特徴に気づかないかもしれないですよね。 Java しか見てないと、
他と比較して初めて Java ってこうなんだな、こうやって使うべきなんだなって気づくこともあるかなと思いました。まあ、結局言いたいことは何かと言いますと、他の言語 C シャープとかを学ぶことで、あの Java の理解も深まりますし、Java の良さもさらに、ありがとうございました。